コリア SAT7 号は、韓国の静止通信衛星である。ムグンファ7号と呼ばれる場合もある。タレスアレーニアスペースが製作し、KTSAT が運用する。統計116度に配置されている。衛星バスにスペースバス -4000B2 を採用し、設計寿命は15年間である。バミューダ諸島に拠点を置く、衛星オペレーター、アジアブロードキャストサテライツが運用する。 通信衛星 ABS-6 の能力を KT が買い受けて運用しているコリアサット7号とは別の衛星である。タレス・アレーニアスペースは2014年4月に韓国の通信会社 KT の衛星通信誌、会社 k t サットからコリアサット5 a 号とコリアサット7号を受注したと発表した。この2つの衛星はインターネットアクセス、マルチメディア、 衛星放送及び地上局との通信サービスを提供する。コリアサット7号は、ブラジルの軍事衛星、SGDC-1 と、相乗りで2017年5月4日21時52分、あと国、不知量ギアナのギアナ宇宙センターからアリアンエッセロケットで打ち上げられた。分離時の衛星質量は3 5 0 0ラムであった。コリアサット7号は、空体から、 課題のトランスポンダーを搭載し、韓国、フィリピン、インドネシア及びインドにインターネット、マルチメディア、衛星放送及び地上局との通信サービスを提供する。ありがとうございます。